こんにちは、イオンモール1日 SDGs 隊長のカノンです。今日はイオンモールの衣料品回収について紹介します。私は今、衣料品のリサイクル工場に来ています。皆さんは知っていましたか？着なくなった服って毎日大型トラック130台分もあるんです。それを処分することで環境に負荷がかかってしまいます。イオンモールはそんな着なくなった服をこの工場でリサイクルし生まれ変わらせる取り組みをしています。今日は特別にその様子を案内していただきます。よろしくお願いします。おお、集めた服がいっぱい。これは今集めた服の選別をしています。綿や化学繊維などいろんな生地の服があるのでリサイクルしやすくするために仕分けています。大事な作業ですね。わあ、大きな機械。ここは選別した服をぎゅっと圧縮して梱包しているところです。その後は海外の工場に送って糸状にしています。そして最後にこちらの軍手や生地などに生まれ変わるんです。衣料品のリサイクル、素敵な SDGs ですね。地球にとっていいことが誰かの役に立つなんて素敵ですよね。イオンモールのイベント幸福リレーに参加すれば皆さんの着なくなった服も生まれ変わりますよ。買い物ついでに参加してみてね。イオンモールには SDGs がいっぱい。イオンモール。